寒すぎる、足がやばい。本番いきます。よーい、カメラ OK、 フォト OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、冒頭から出てきました映像。いや、普段ですね、結構な頻度で編集をするんですけども、まあ、この動画もですね、編集してるんですけど、結構着込んでも寒いんですよね。特に足。まあ、一応スリッパあるんですよね。まあ、100均で買った。でですね、まあ、本題に入るんですけども、っていうですね、商品を見つけたので、今回ですね、ニトリに行ったついでに、いや、というよりも、もうそいつを見つけに行くために、ニトリ行ってきました。じゃじゃん！サムネイルにも書いてるんでもう分かると思うんですけども、足ポカクッションです。こういう感じでちょっとふわふわした素材、足を入れるんですよね。編集していても寒くない。でもすでにですね、これ使ってるんですけども、こいつむちゃくちゃあったかいんですよね。いや、靴下履いてたら逆にもう無理すぎっていうぐらい。冷え性の方絶対買った方がいいと思いますよ。自分と同じようにやっぱデスクに座って編集をする人、長時間座ってるとなんか足元だけ寒いなってのはやっぱありますよね。冷気とか。ただこれがあれば確実にですね、もうほかほかなんで。で、気になる値段なんですけども、お値段が税込み925円。いや、1000円しないんですよね、これ。まあ、とりあえず 36×36 のサイズです。で、でもちょっと一つだけ心配があるんですよね。犬とのバトルが繰り広げられた。くっつくな、くっつくな、やめれ、や。下でですね、ナビがですね、もう見てるんですよ。こういうなんかぬいぐるみ系も解体するんですよ。欲しいんだろ。あ、食われたー。はい、ということでですね、今回は、足ポカクッションの紹介でした。取られないようにしていきたいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上です。ありがとうございました。